おはようございます。なんと昨日はちょっといつもよりカフェインを取りすぎたのか、全然眠れなくって、すっごい疲れてたのに、びっくりするぐらい疲れて、はって帰ってきたのに4時過ぎまで全然眠れなくってのに、今朝ぴったり6時50分にパチッと目が覚めました。まだ昨日のカフェインが残ってるんでしょうか。まあ、顔はちょっとひどいけど。でもなんか今めっちゃ元気ですね。なので急遽動画を回してみました。ほんで今日はちょっと携帯で撮ってるんで見せられないんですけど、また体重最小値更新しました。2週間くらい50キロ台でちょっと停滞しちゃってて、多分なんか一回その熱出て熱中症っぽくなったのが怖くって、炭水化物を結構そこからちょこちょこ取るようにしてたんですけど、多分一応それなりに計算してたつもりではあったんですけど、まあ摂取カロリー多分オーバーしちゃってたんですよね、その時に。だからずっと50キロ台を維持っていう多分形になっちゃってて、でちょっと見直して、本当はなんか摂取しなきゃいけないカロリーより下がっちゃった時とかもあったんですけど、でもなるべくその1300から1350の間のでちゃんと、炭水化物は 165g 今まで計算してたんですけど、まあ160全然いかない時とかもちょっとありつつ、調整しながらちゃんと食べてたら、今朝49.6キロを出しました。まだちょっとカットはね出ないんですけど、これ今ちょっと朝一すぐ起きてすぐ撮ってます。今こんな感じです。なんか腹筋もちょっとこの皮っぽさが出てきた気がするんですよね、ここへ来てついに。まあ、まだ脂肪も全然つまめますけどね。でもいや、これは結構私にしては嬉しい。ここまで持っていきたいです、皮感を。でもだいぶ結構こう筋肉に皮膚が張り付いてきた感あります。そんなわけで今日は IFBB プロ児玉慎さんのパーソナルに行ってきます。有酸素から帰宅しました。ただいま。元気。有酸素終わって帰ってきたら、大体いつもヘロヘロなんですけど、朝の40分。今日めっちゃ元気。どうした？大丈夫か？これ。2時のパーソナルまで体力持つんでしょうか？朝ごはん作っていきまーす。すっごいありがたい、嬉しいことに、その今、働かせてもらってる吉野達彦選手のセミパーソナルジムなんですけど、そこに来てくださってる会員さんが、おすすめの EAA と、おすすめっていうか、ちょっと私が話してて、それ美味しそうですねって言ったこのプロテインを2回分にして、ね、わざわざこんなに大変なのにね、手間かけてジップロックに入れてくださって、すごいありがたい、嬉しいですよね。本当にありがたい。こういう人の温かさがすごく、もうなおのこと今は身に染みております。これをいただいたので、こう小豆味です。マイプロの小豆味のプロテインなんですけど、めっちゃ美味しそうじゃないですか？小豆味。本当は減量中じゃなければ、なんか、きな粉とかとね、混ぜて飲みたいんですけど、減量中なので、このプロテインを、今日は、朝のそのオーバーナイトオーツは、オーバーナイトオーツで作って食べながら飲もうかなと思ってます。ちょっと見た目はあれですが、一食目。あ、ごめんなさい。このスプーンの音嫌か。ごめんなさい。オーバーナイトオーツ。豆乳100g で漬けといたオーバーナイトオーツに、お豆腐半分と、シーチキン、水煮のシーチキンと、お醤油、塩、胡椒を混ぜたものです。あと、会員さんからいただいた小豆プロテイン。まずくはないけど、なんか不思議な感じ。これ、小豆なのかな。なんかでも個人的にはもっと甘いかと思った。でもまあ、そのきな粉とかと混ぜたら本当になんかもっと美味しい気がしました。いただきます。美味しい。もう美味しいに決まってる。
美味しい、まず、ん？おい、まずくなるもの入ってない。美味しい。これで元気な今日のモチベをさらに上げていこうと思います。ヒーロージムでシンさんにトレーニング見ていただいて、でその後 D グレーマンの原画展に行って帰ってきました。いろいろもろもろ買い出しとかもして帰ってきました。そしてすごいいいの見つけました。これサルサソース、野菜こう前々からちょっとサルサソースね気になってたんですけど、いやこれめっちゃいい。ノンオイルローカロリー、まあ作れるよね、作ろうと思えばサルサソースって。現地の人とか作ってるしね。 100g あたりでエネルギーが 28kcal、タンパク質が 1.0、1g で、脂質0の炭水化物が 6.1 なんで、これを私は今玄米 100g と、鶏の胸肉 100g にオクラ 20g をチンして刻んで入れて、そこにこれを 50g かけて食べました。いやオクラもめっちゃいい。やっぱそのちょっと調理しなきゃいけないとかがめんどくさいなと思って使ってなかったんですけど、もう調理とかのとかじゃないですね。もうオクラはねチンして切るだけ、切んなくてもいい。なんならこのサルサソースもう最高でした。久しぶりになんか彩りのあるものを食べた気がする。でも美味しすぎてもっと食べたくなった。すごいお腹鳴っちゃった食べた後に。でも最高。やっぱこういうちょっと変化つけていかないと結構減量しんどくなってきたんで、でもやっぱり絞ってる人が強いってシンさんもおっしゃってたんで、しっかりあと2ヶ月絞っていこうと思います。とりあえず近々の目標は、2週間後にまたシンさん あのパーソナルがあるので、そこまでに1キロくらいは落としてる、少なくともっていうのを目標に頑張りたいと思います。ではこの後鶏の胸肉3キロ仕込んで、ご飯も今炊いてるので、炊き上がったら 100g ごとに小分けして冷凍保存するっていう仕込みをこれからして、また明日に備えてなるべく早めに、せっかく今日はお休みだったんで夜更かしさんせずにしっかり睡眠、今日せっかくいいトレーニングしたんでしっかり睡眠とって筋肉維持しつつ減量に励みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひまた見に来てください。頑張ります。